持って。今日はね、イベントね、最終日の前日っていうことで、あと2日ですね。ハロウィンイベントだし、ハロウィンももうすぐで終わっちゃいますね、皆さん。今日はハロウィンのライブでした。お疲れ様です。もうね、渋谷でライブさせて、渋谷のね、対バンライブでさせていただいたんですけど、やっぱりね、ハロウィンの渋谷は大変なことが起きてましたね。皆さん本当に渋谷までわざわざね、来てくださって皆さんありがとうございました。無事に帰宅できましたかね。すごい、 LINE ちょっと通知をしたいんだけど、うそーんって LINE 来た。あら、まだ外ですか。ありがとうございます。熊太郎さん、ワントはありがとう。ちょっとお腹空いたからずっと家にあって誰もね、開けなかった欲しいのを開けたいと思います。ちょっと本当にさ、こういう時間は良くないの分かるんだけどさ、なんでこういう時間まで夜ご飯をさ食べてないのって話だよね。しょうがないんだけど、欲しいもので我慢します。欲しいもって賞味期限あります？ヤギ沼さん、ありがとう。ありがとう。あります。来年の3月です。大丈夫大丈夫、美味しいですね。マリンちゃん、スミさん、ありがとう。うまっ。確かに干してるしね、梅干しも賞味期限長いし、干し芋ほどさ、一回食べてさ喋れない食べ物はないな。ちょっと待ってね。エイミーさん、フェリップさん、ありがとう。あんたは分かる。今水分欲しくなった。美味しいんだけどね、あの大変。月さん、ありがとうございます。可愛いもありがとう。花火が上がったよ。一本にしときましょう。喋れない。ちなみにこのほうじ茶は冷たいでしょうか、あったかいでしょうか、当ててください。どちらと思う？どっちでもいいよ。冷たいと思います？あったかい？あったかかったけど冷えた。考察入りました。正解はね、高いです。あの帰り道に寒すぎてでね、このまま行ってこのまま買ってきたんですよ。上着だって今日は朝すっごいあったかかったじゃん。
すごいあったかかったかわからないけど日が出てて、あの家にいてめっちゃ今日暑いかもって思ってニット大丈夫かなっていう気分で行ったんだけど、割と風が冷たくてそれで震えながら来たのでちょっとやっぱり暖かいの買っちゃいましたね。寒い時に暖かいの飲むとさ、ここら辺がじわじわーって暖くなってさ、いいよね。もう割と平気です。うん、マリンちゃんありがとう。ねえ今日暑いと思わなかった？よりだけなのかな、わからないけど。そうだな、今日はね渋谷が怖かったなっていう話をしたかったそう、カイロ代わりによく買っちゃうんだよね、あったかいのは。あ、来週秋田行きますというか待ちしております、ありがとう。ゆうね、初めて秋田行くの、お邪魔しますね。ババヘラと、あれが食べて、なんとしてもババヘラはね、コンビニに売ってるそうなので、ちょっとした期待を込めていきたいと思います。嬉しい、なんかね、行ったことない土地に行けるのってとっても楽しみだって。やっぱりゆりはさ冒険家だっけ、じゃあ旅人気質だからさ、そう、旅人気質なんで占ってもらったらそうやって言われたんで、そういうのがワクワクするタイプなんですよ。よく帰り道とか変な行ったことない道を行ってちょっと時間かけて帰ってきたりとかもする。こんばんは、まーちゃんさんにね案内してもらいたいな。どうなんだろう、でもねライブなのでね、もちろんやっぱりライブ頑張っていきたいと思うよ。うん、マリンちゃんありがとう。そうね、あの最近話変わるけど、クラウドファンディングでやらせていただいてるんですよ。11月26日に ZEP 東京でワンマンライブさせていただくんですけど、そのライブをね成功させるためにクラウドファンディングも行わせていただいてるんです。そう、それでねリターンがいろんな種類があるんだけど、こうライブの映像化だったりとか、実際のリアルイベントだったりとか、こうグッズもらえるグッズっていうのがあってね、今それの制作をしてるんですよ。その制作中なんだけど、メンバーメンバーのソログッズみたいな感じでね、好きなメンバーのこの子のグッズが欲しいですみたいなやつがあって、それを T シャツを作ってるんですよ、オリジナルの。まあこのクラファンが締め切る前にはそのデザイン公開されると思うんですけれども、もう早く公開したいんです。もう今バーって見せたいぐらいね。そう、ゆりあの T シャツ今までデザインさせてもらったのは、自分の T シャツとしてデザインさせてもらったのは18歳の誕生日の時に SSTシャツかな。そう、ゆりはもう割ととっくに出来上がってるんだけど、なんだけどね、あの時の T シャツもいっぱいね案があって、こう、あー今回はこっちでいっかっていうやつで、あれ裏表だったよねってちょっとわがまま通させてもらってね実現したんですけど、まああれ本当はより白 T シャツに黒が良かったんだけど、ちょっと黒 T シャツになってたんだけどいやでもね黒も白も可愛いと思うのでいいんだけど、でもあの T シャツより持ってないのあれ欲しいんだけどさ、多分余らなかった、なんかぴったりに作ってくれたのかなね、持ってないからちょっとどの T シャツだっけっていう感じなんだけど、うん、ヤギ沼さんありがとう、大宝次郎さんもありがとうございますね。そういうデザインさせてもらっててさ、もうどんどん案が出てくるわけよ。あ、これもいいな、これもいいなって、まあ実現するのはやっぱりあんまりたくさんはいっぱい作れないからさ、その1個なんだけど、もう最近もそう創作意欲がすごくてさ、いや絵描くの好きなの普通に。
絵描いたりなんか作ったりとか。いや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 、申し訳ないよ。まあみんなのあの記憶に残ってくれてればよりはそれでね幸せなので、 T シャツ着たりとか飾ってくれたりしてたら嬉しいなって思います。であのさ、まあ、T シャツできたんだけど、あ、これもうぜひね着てほしいっていうかね、みんなにゲットしてほしいの。これね、好きなメンバー、推しメンのね、多分みんな買ってくれると思うんだけど、クラファンで、まあ、割と人気なコースなのかな、ソログッズみたいな、推しメンのグッズみたいなだと思うんだけどさ、ちょっとこの T シャツより気に入ってるからさ、よかったらよかったらちょっとデザインとか出たらね見てほしいなって思いますね。まあでもちょっとシンプルになったかな、どうなんだろうこれは。よりね、みんなのデザインはね数人のは知ってるんだけど、みんなのはまだ見れてないから、みんなのもきっとね、みんな時間かけて作ってるので可愛いと思いますよ。ゆうくんさんもありがとう、きなめさんありがとうございます。色は T シャツの色はね、好きな色、そう、好きな色ってみんなが言い張ってる、まあメンバーカラーもどきみたいな。ちなみに今の衣装の色ですね、だからより黄緑でも、そのね、お願いしてる感じではまだね、この現物届いてないのでわかんないんだけど、こういう黄緑の中でもこういう色味の T シャツで、あとこうペンで描いた色はこんな感じにしてほしいですっていうお願いしてる感じではもうすっごい感じなの本当にすっごいいい感じなの。ね、自分の中でこう本当に やっぱさ作りたいものを作りたいじゃん、なんていうの、自分が着たいって思うもの、みんなに着てほしいって思うものさ、やっぱ実現したいじゃん、作るからには。だからちょっとね、そこまで想定してアプリとかでね色味とかもこう実現、現物みたいにちょっと塗ってみたりして作ってるんだけど、ちょっとこれがね実際に形にすることができたら、いや本当にいいと思うんですよって思う。ちょっとそれがどこまでね理想と近づけるかわかんないんだけど、イメージとね。マリンちゃん、うん、ありがとうございます。そうなの、黄緑にもいろいろあるんですよ。ジクリトさんもありがとう。知ってる、みんな黄緑にもいろいろあるってこと。例えばさ、このつゆちゃんの緑、あ、これちょっと割と抹茶系じゃん。あとはなんか、なんていうの、なんていうんだろうな、水色系の、水色と黄緑の間みたいな、あの色も好きなの。なんか黄緑って難しいよね、派手すぎるとみんな着にくいかもって思う方もいらっしゃるかもしれないですし、まあでもあれだね、推しメン T シャツは、推しメンが描いても私は何でも着たいのって思っちゃうタイプかもしれんけど、ちょっとどうなるか楽しみにしててもらえたら嬉しいなって思います。くまとるさん、まりちゃん、ありがとうございます。みんな的にもさ、どんなのが着たいのかな。いやもう会期終わってるし吹き終わってるしっていう感じなんだけど、割とシンプルめ、かわいい感じ。まあでもこう冬なんでね、まあ、T シャツだしパーカー上に着ちゃったりして、特典会の時だけその T シャツが見えるようにねするとかする感じでもいいと思うんだけど、全然。そう、なんかニキってさ、やっぱ推しグッズって少なかったじゃん、なかったから嬉しいんだ。島崎は、すみさん、ワンタワーありがとうございます。あともう一個ね、まだ言えないんだけど、こう自分でデザインさせてもらってるグッズがあるんだけどね、みんなそれぞれ、あれがねすごい感じにできたんですよ。まあそれもまだ形になってないのでわかんないんだけど、とりあえずデザインの方はできて、あれね、お姉ちゃんの iPad を借りて描いたのより、なかなかねお姉ちゃんが、ね、貸してくれることは少ないんだけど、まあ一緒に住んでないしiPad を初めて借りて、 iPad で初めて描いたの。絵上手だから、そういうのアプリとかも入ってて、
ってさ、もういい感じにできた気がするんよ。それからちょっとさ、ちょっとよりもいろんなデザインしたいなって思うな。っていうか一回ね、一回グッズの、まあ、ちょっとしたところだけどデザイン島崎やってみませんかみたいなね、お話をねちょっと一周いただいたことがあって、やったーって思ってたんですよ。ずっとねグッズのデザインとか監修したいっていう風にね言ってたのでと思ったんだけど、まあ、ちょっとその話は流れまして、だからちょっといつかね、ゆりさ絶対さメンバーのさ良さを生かしてさあれできると思うんだよ。どうわかんないけど、っていうのを私は自分を推薦してます。なんかあんまり自分に自信あるさものはないんだけど、やりたいなって思うよ、ゆりさ。これはね、グッズ系今はね割と2期力入れてるんじゃないでしょうかって勝手に思ってるんだけど、どうも。なんかさこの間出たランダムアクキー、ハロウィンのさランダムだけどアクキー、アクリルキーホルダーが販売してるじゃないですか。さ縁がちょっとおしゃれな感じになってたりして、おこのグッズはっていうさ新しい感じだったじゃない。やりたいな。ゆうくんさんありがとうございます。前ちょっといろいろそうでゼップリブけてもいろんなことしてるので楽しみにしてください。絵描きたいんですよ。でもね色味とかは難しいよね、色のバランスとか。そこら辺のセンスはねあるかって言われたらない気がするんですけど、よろしゅう頼みます。あとあれだね、ゆりあれ書きたいな。ゼップに向けてチラシ的なポスター的なゆりが使ってるペンケースです。マリンちゃん、くまたろさんありがとうございます。こんばんは、流星さん。そうチラシちょっと待って、次のさリリースイベントいつだっけっていう感じ。うん、ゆうきさん、海賊ラピッドさんありがとうございます。でもさゆりさん、もう一回 iPad 使って書きたい。携帯で書いたりもさするけど、このショールームのアバターとかもさ携帯で書いたけど、やっぱ携帯だとさ大変なのよ。って線の感じとかさ、iPad 使うと iPad ペンシル、 Apple ペンシルって書くからさ、こう割とちょペンシャーペンとかで書いたのに近い線が書けるじゃんっていうわがままをしてるけど、まあ、ここで言ったところでっていう感じよね。あ、カウイソクロベットさん、レインボースターありがとうございます。月さん、くまたろさんありがとうございます。きょうちゃんありがとうございます。ね、みんなハロウィン満喫してますか。でさ、今年さすごくいろんな仮装させてもらってるんだよね。今回で今年は3パターンのリミスタさんのと撮影と今回のライブとチェキ会の3パターンをさ仮装させてもらってるの。みんなさどれが好きでした。あんまりは覚えてないかな。ゆりは今日はポリスと、昨日はアーミーな感じと、最初がかぼちゃのメイドさんでした。
どれが好きやった？うん、かぼちゃメイドさん。あーそっかね、ああいうさよりさスカートを履きたいんだあ、全部スカートだったけど、ああいうなんかお姫様みたいなふんわりしたスカートってさ、衣装でさ着ないからさ、あれはちょっとよりも嬉しかったな。で自分で選んだんだよ自分でアマゾンで見つけ出してこれが着たいですって言ったらね、なんとなんと買ってくださいました。感謝感謝感激、木の実さんありがとうございます。お、ポリス良かった。え、嬉しい。警官ナイスチョイス、センキュー。月さんレインボースターありがとうございます。ありがとうありがとうありがとうだってなんか可愛かったんだもん、モデルさんが。あ、アーミー良かった。あら嬉しいわ。あ、ポリスか、ポリスメン。ちょっとポリスメンはね、ポリスメンじゃなきゃいる女の子だから、ポリスウーメンちょっと全身で見たら大人っぽく見えたかもしれませんね。でもね、一番ユリが着た方が大人っぽく見えないですよ。あの スカートの丈がもともと短いのでね、そう、一番私が着た方がいいやつなんですね、あれは。マリンちゃんありがとう。ポリスオフィサーって言うんだ、初めて知りました。かっこいいな。ねえ、でも一回さ、あのブリブリな感じ、チーコちゃんみたいなもう着てみたいの。なんていうの、ロリータ。ゆりさ、あの丈がさ長いのはあまりあれなの、身長が小さいから。でも自分のサイズにぴったりなさ衣装を着てみたいなって思います。ちょっとあのピンクハウス的なね、ブリブリな感じ。あとはあとはあの80年代のファッションが好きだから、あれやりたいの。あのポパイとか、あのセーラーズとか、あのピンクと水色みたいなパステルの、ちょっとユリが着たら小学生に見えるかもしれないけど、ちょっとね、普段で着れることないからさ。わっ、ゆりさん、まだインフルエンザのワクチンがかゆいんだよね。あのまだって思うよね一回書いちゃうと思い出すので、今思い出しました、はってうん、ウガムーさんありがとうございます。幼稚園児は絶対やらんよクワトロさんありがとうございます。あのね、馴染みすぎてね、おかしなことになっちゃいますから。でもちょっとね、顔だけ大人メイクとかしてたらね、メイク濃いから、メイク濃いか分かんないけど、メイクとかしてたら顔だけ大人っぽくなっちゃって、ちょっと怖いことになっちゃうので、ちょっとできませんねジラチャさんが来てたみたいな。そうだね、ジラチャさん、まあ、今回ね昭和のアイドルみたいな感じで、あれ可愛かったですよね。うん、でもね、あれかな、それよりはなんていうんだろうな、でっかい感じ、ブカブカっときてる感じ。お、ちょっとかゆみを思い出してしまって、ちょっと頭の中がね侵食されてしまいそうです熊太郎さんありがとうございます。髪型も可愛かったよね、ここ外巻きにしてる感じですね。前髪をさ、ちょっとこう風になびかれたみたいに薄くしてるの可愛いよね。髪型をさ、ちょっとゆる、あれしたいな。あ、知ってる？ゆり前髪切ったんだ。すごいね、帽子かぶって潰れるんですけど、
今日いい感じの長さになったので、飽きてよかったって思いました。そうね、おしゃれになりたいですね。眠たくなっちゃった最近さ、帰りの電車でさ、寝ないんですよ。寝ないっていうか、わざとじゃないの、なんか寝れないそう、アミちゃんは起こすんですけど、それまでね、寝れないんですよ。ちょっとみんな、どうしたら寝れる、寝る必要ないのかな、ねえなんかインスタに次何の写真投稿しようかなとかぼーっと考えてるとね、意外と時間が過ぎてるっていう。え、違う、アミちゃん起こすために寝れないんじゃなくて違うよ、普通にね、乗り過ごす心配はないんだけどでも本当に最近寝過ごさない の、 あの前はね、たまにあったんですけど、最近っていうか本当に全然寝過ごさなくなった。ん、大丈夫かな、大人に なりましたいいことなのかもしれないけど、寝ないんだよな。どっちがいいんだろうね。でも寝だめはできないタイプより、絶対に夜寝ないと朝起きれない。ちょっと早めに寝て起きてるみたいなことは、夜起きてるみたいなことはね、ちょっとできない。そんな器用なことは寝だめできない。絶対夜は寝ます みんなは最近さ、このリュックを使い古されてきちゃってさ、ちょっと汚くなってきちゃったんだよね。なんかずっといつだっけな、これクリスマスの時にお母さんが買ってくれたの、去年じゃなくて一昨年かな、2期に入ってから、うん、ずっとじゃない、変えたんだけど、ちょっとね、リュック汚いかも。ちなみにあのマリークワントのね、お花の可愛いやつなんだけど、どんなリュックがいいかな、次買うとしたら。リュックの中は見せられないよ、あの中じゃないから、外側だから汚いの中もまあノーコメントでお願いしますそう、もうね、風邪はね、あのほとんど治りました。そう、あの痰がっていうだけなんで。だって嬉しいじゃん、買ってくれたのね。言いたいけど言えない悲しいことがあったの、この間もう私はね、この件を一生忘れないっていうくらいね。あー、これは本当に悲しいの。ずっとゆりで言い続けるよ。あの、みんな風化して忘れてることってあると思うけど、これだけはゆりね、忘れない。もうね、あんまりね、こう悪い感情は溜めないタイプかもしれないけど、これだけは本当にダメなんですよ。あんまりよりさ、負の感情を表に出したくないんですけど、出したくないっていうかね、ないから、そんなにないんだけど、これだけは本当にね、許せないってことが起きたの。みんなも一緒に怒ってほしい。
怒ってほしいけどあんまり詳しく言えないから。悲しいんですよこれは本当に。悲しいことだってもらったんだもんって感じね。ちょっとみんなさせてくださいかなり難易度なことをみんなに求めてる。そう、お父さんにもらったのこれはっていうもの、うん、初めましてごめんなさいこんな怒ってて難しすぎないこれさせてもらうくれるのね。ちょっとこれだけは忘れられないの。悲しすぎる。違う、遺伝的な話じゃない、全然違う。怒ってるっていうか悲しいなっていう、もう多分どうしようもないんだなっていう話。あれはそう思うのも仕方ないですよ。だよね、こんなことね、みんなもね嫌だと思うよ。あれだよ、別に誰に対してとかじゃないよこの話は。まあ誰に対してっていうか、まあ知らないんだけど全然知らないんだけど、それは良くないよねみたいなことあるよね。それは良くないよ。やっぱみんなさ、いろんな大変なことあると思うけどさ、なんか生活とかね大変だと思うんだけど、やっぱ人の気持ちは考えていこうよそう、一つ一つね、みんな背景があるんだからさってゆりは思うよ。全く知らない人だからいいとかそういうことないじゃん。全く知らない人でもさ、まあ例えばよ、車で飛ばしてる車がいました、もうすごい嫌だなって思う、大変危ないからさ嫌だなって思うかもしれないけど、まあもしかしたらそのね方のお子さんとか大切な人がね今病院で大変なことになってるとかさ、そういう一つ一つのさ背景をさみんな感じ取れるようにさなろうよ自分にとってはねどうでもいいことだって、その人にとってはすごい大切なことっていろんなことあるんだからさ、自分のことばっかになっちゃいけないよねって思うよ。知らない人だとしてもね、たとえすごいそういう悲しいことがあったのよりは、今すごい思い出してすごいすごいすごい悲しくなっちゃった。どうしようもないんだけどね。かまんたろさん、お疲れありがとうございますあー悲しい、悲しいし悔しいし、あー悲しいよ。事情はちょっとごめんよ本当に。これ別にね言うてもどうもならないしね。ただね落ち込んでるの、これは一生言えない傷よ。悔しい。ちょっと優しい人間になりましょう。穏やかに行きましょうねみんな。おいしいもん食べてだって、おいしいもん食べるよ、ありがとう。あとね今日おいしいオムライス食べたから大丈夫。アミちゃんとおいしいガストに行ったのそしたらね、店員さんがロボットでね、猫のロボットですごい可愛かったよそう、今あんまりさロボットが店員さんのさ、何ロボットが働いているさお店最近ないな、ないなっていうか、久しぶりに遭遇してちょっとアミちゃんとテンション上がってた猫ロボット、あれドラえもんの話かドラえもんはね割と身近な、私のちょっと身近な人なんでね。ガストのムライスさんありがとう。
でもすごい迷ったの、パスタにしようかなとかね。でもガストってカレーないよね、思った今。あるんですか？ナマステ。熊太郎さんありがとうございます。え、焼肉のキング、焼肉のキング、焼肉キングもロボットが運んでくる。注文してない商品何回も運んできた。え、かわいい。なんかロボットだから許しちゃうよね、まあ、人間でもまあ誰しも間違えるからあれなんだけど、ロボットだと、ロボットでも間違えるんだって人間味を感じちゃう、感じちゃわない？え、ラーメン屋さんでもあるんですか？ラーメン屋さんって割となんかさ、カウンター席とかでさ、できた瞬間にはいどうぞっていう感じじゃないんだ。でもちょっと忙しそうだったからさ、邪魔じゃないのかなって思った。ちょっとやっぱり動きがあんまり早く動けないじゃん、ロボットってね。だから大丈夫かなって癒されましたけどね。ガストにカレーは、あ、ありそうです、あるんですね。ごめんなさい、私把握してませんでしたね。何でも教えてますね。カウンター以外、あ、席ね、なるほど、テーブル席の方はね。あともう一個聞いてほしいのは、今日用事があってね、ゲームセンターに行ったんですけど、カードキャプターさくらのねフィギュアがあったんですよ。フィギュアって言ってもリアルな感じじゃなくて、顔、頭身がさ、顔が大きくてめっちゃ可愛いこうデザインのさフィギュアってよくゲームセンターにあるんですけど、があって、お姉ちゃんがすごいそのキャラクター好きなの。え、可愛いから撮ろうって思って頑張ってたんだけど、撮れなかった、撮れなかった。あの、アミちゃん、アミちゃんもいたんだけど一緒に頑張ってくれたんだけど撮れなかった。ナマステ師匠さんありがとうございます。渋谷本当に気をつけてくださいね、ちょっと大変ですよね今は。ちょっと本当に可愛かったんですよ、あのフィギュアが。みんな見て、あの顔が大きくて、鬼滅の刃とかもあったけどなんて言うんだろうな、てかあのキャラクターめっちゃ可愛いですよね、カードキャプターさん。キャプター、チャプター、キャプターで、多分めちゃめちゃ可愛かったですよ。撮れたらもう最高な気分でしたね、きっと。店員さんに聞いたけど、ちょっとあの地道に撮ってくださいって感じでしたね。なんか洋服とかさ可愛くない？え、咳出てた？あれ無意識だ。うん、みなこさんありがとうございます。アミちゃんさ、すごくない？アミちゃんさ、一回すごい撮ったっていう話を聞いたんですけど、いいなーって思ったよそう、隣でアミちゃんと、え、これこうした方がいいのかなって一緒に考えてくれたけど、ダメだ、撮れなかったって感じで、本当にあの、え、本当に可愛かったの、え、本当に可愛いよ、絶対あのアニメ見ます。私ネットフリックスで、ネットフリックスで見れる？あのネットフリックス今入ってないんだけどさ、あの早く入り直さないとさ、お気に入り消えちゃうんだけど、うん、あのこういうやつ、こういうこういう感じ、見たことないです。アミちゃんのお母さんアキリスタみたいだけどね確かにぬいぐるみいっぱいだとちょっとね、大変なのは分かります、その気持ちは分かります。可愛いんだけどね、一つ一つ。寒いよ、寒いって。可愛いさくらちゃん、ショートだっけ髪の毛、ショートボブ。さあ、可愛いよね。可愛いって思う。本当に。
でもゆりは髪の毛は伸ばします。伸ばすっていうかね、今くらい、今よりちょっと短いくらいが好きだから、まあそのうち切ります。うん、ズキさんありがとうございます。あ、ちっちゃいツインテールみたいなの確かにしてたかも。え、本当にあの子可愛いよねあの見たことないけどキャラクターのビジュアルとしてめっちゃ可愛いと思う。好きだな。よし、見ます。ちなみにゆりも今日ね、実は結んでるんだけどね、髪の毛あんまり結ばないけど、今日結ぼうって。漫画も可愛いのでぜひ。なんかやっぱりさ、アニメと漫画でさ、絵柄違いますよね。ゆりもさ、ハンターハンターをさ、漫画で見てんだけど、あの富樫先生の絵柄好きだ、好きです、すごく。だから絶対幽々白書も絶対漫画買います。漫画の絵柄で見たい。どういうカット割りでね、バトルとか見たいですよ。すみさん、あんたありがとうございます。あれ、今日も1時間ぐらいやろう。みんな眠かったら寝てね。だってそんなことどう思う？もし、どうなんだろうねゆりは割とそういうタイプかもしれない。みんな眠かったら寝てくださいゆうきさん、くまたろうさん、ワントーンありがとうございます。明日はね、アプガニキはね、ライブとかはないんだけど、あれよ、 YouTube がありますよ。アニメの桜は坂本真綾さんの歌が最高なので聴いてほしい。いいなぁ。なんかさ、主題歌とかさ、あの昔のアニメとかさ、いいですよね。ゆうさん、あのメゾン一国はさ、漫画だけどさ、あのあれが好き、さよなら、なんだっけ、手のひらのそよ風が、ドゥ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 、あの曲、斉藤由貴さんの、そうマリンちゃんありがとう。お昼寝したから眠くない？あ、スミさん寝てるね眠いかな、眠いよね。こんばんは。悲しみよ、こんにちは。そうだ、そうあのさ、素敵じゃない？ちょっとさね、ちょっと影がある感じだけど、あの歌詞もめっちゃ素敵。あの曲好きなんですよね。くまたろうさん、月さんありがとうございます。そう、もうね、音楽がある毎日って楽しいなって本当に思いますなんかさ、楽しいよ、音楽聴くの好きですより。絵描きたいな、絵描きたい。
よかったですごめん、なんかすごい今日ゆりさ、なんだろう、自由っていうか、なんかさあれよね、眠いのかな。まあ、さ、サンキューマートってさ、ランマのさあれやってるね、コラボ。サンキューマートさないからさ、お姉ちゃんにさ携帯ケース買ってきてって言われたけど、いや、ないだよなって思いつつ。あと、あの11月何日かから始まる、あのなんだっけ、アットコスメじゃなくてデモ、アットデモだっけ、でさ、あのラマのコラボのコスメが出るんですよ。あのね、あれめっちゃ可愛いんですよね。でもそういうのさ、いるコレクター気質っていうのだからさ、なんていうの、こう物がどんどんいっぱいになっていくわけ。すみさん、ワンタワありがとうございます。管理人さん、なんとランマ。でもなんかそういうさ、あのキャラクターものは、あのなんか資料を見ながら描きたいな。見てないよねちょっとね、手元にねその資料はなさそうだから、うん、いけるかな。うん、うん、月さん、くまとろさんありがとうございますいつもより自由だよね。それは持ってた。え、ショールームってこんな自由にやっていいものなの、わかんない。まあいいか。リュックね、今日重くないです。トートバッグも一緒に持ってたんで。最新刊買ってた。いてて。アルカちゃん、可愛いよね。書きたいんだけど資料ないけど大丈夫かな。書いてみようっと。髪型忘れちゃった。三つ編みしてた。天童あかねちゃん描く。髪型ちょっとどんな感じだっけな。ちょっとふんわりしてるよね。でも管理人さん、いや、これはあかねちゃんかな。あ、まりんちゃん、ワンタワー、月さんありがとうございます。そう、ゆりね、模写はちょっとね苦手かもしれない。自分のあの絵の感じで描くことしかねできない。え、あかねちゃん、あ、制服みたいな感じか。ちょっと思い出せないな、着てる洋服まで。やん、ちょっとじゃあ、難しいの？うん、カイセクラピッツさん、お化けもありがとうございます。資料ほんと持ってないかな。探してみる。ブンブンブンブーン、元気いっぱいだね。なかった。可愛しく描けてないです。でもやっぱ色とかつけてみたいよね、iPad とかでっていう。
ボンとかつけてたっけ。手のひらを向かせない人にもおはようって言えたらめっちゃいいやん。うん、マリンちゃんまたまありがとうございます。熊太郎さんもありがとうございます。月さんレインボースターありがとうございます。ルーズソックス流行ってるらしいですよ。欲しいな。ちょっとルーズソックスは買おうと思います。なんかルーズソックス買いちゃった。ちょっと難しい。なんかね、落書きだな。やばい、めっちゃ黙ってた。ごめん、みんなごめん、許してください。月さん、マリンちゃん待ったわ、ありがとうございます。すーごい静かになっちゃった。ダメだ、確かにカラオケ配信してないか最近。青のプレイリストあれだよ、ドライブのやつ作ったけど、なんかもう一曲ぐらい出ようかなって考えてたところ。でもあのアフガニキの曲また入れてないよ。アフガニキの曲はやっぱ入れたいじゃん。何入れる？ドライブでみんな聴きたい曲ある？オーバードライブでね、やっぱり知ってた。聞いた約束よ。答え先言っちゃった。でもね、ちょっとね、作ってるプレイリストはね、割とね、ちょっとお昼の爽やかなドライブって感じじゃなくて、夜に聞きたいなっていうね。なんていうの、 Stop and give me love とか、ドゥ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 とか、こういう感じ。あと声を止めないでとかね、食べちゃってるからね。ちょっとニキね、そっちじゃない。したらせめてか。どっちも作りたくない？作りたいってか、自分的には絶対昼と夜では絶対聴く曲って違うから、違うんだよね。
そう、お昼だったらめっちゃ爽やかな曲にする、絶対。わかる？あの、落書き書いてます。今日渋谷、あの東京卍会の方がいっぱいいらっしゃいましたね。そう、島崎も東卍入りたいなって思いつつ。うん、月様とはありがとうございます。見て、ランマ書いてました。ほら、ちょっと足のバランス悪いですが、こっちはちょっと上に向けるべきなのかな。ランマ書いてました。ねえ、東京卍会のこといっぱいいらっしゃいましたね。いや、メンバーとも話してましたよ。東卍になりたいですね、みんなでって。かいよね、関東の服好きなんよ。わあ、スタンプ欲しいよりもなんかさ、いいよね、デジタルで書けるようになろう。あかねちゃんのちょっと顔だけ見る。早くキャットっすよ、もちろん。あ、でもね、やっぱゆりね、あのあれはあの方マイキーはね、ちょっとやっぱちなっちゃんさんが合うと思います、髪型的にも。はい、ということで、ちょっとね、12時過ぎちゃったんで、ちょっと自由にやりすぎましたが、そろそろね、終わりにしようと思います。ちょっと夜はいくらでも起きてられるんですけど、朝起きれないんで、ちょっとね、そこら辺はね、困るということで、うん、みんな的にも申し訳ないので、ちょっと終わりにしたいと思います。木の目さん、熊太郎さん、マンタはありがとうございます、感謝。明日ね、朝早…もうどっちにしても早く会おう、早く起きないよね。ニキはちなみに、あの明日 YouTube のね、番組的な考えることがあった。そうだ、あと今日紙ゴムをね、いつも使ってる、ツインテールするために使ってる綺麗な紙ゴム2つライブ会場に忘れました。置きっぱなし、本当に悲しいけど、また買えばいい。いろいろ思い出しましたね。ちょっと咳が出そうで出ないっていう。そう、ちょっと飲ませてほしいんですけど、背が伸びるドリンクちょっとね、飲まさせてくれないんですよ。ちょっとスタッフさん、熊太郎さん、月さん、ありがとうございます。今日、そうイベントね、明日じゃない、今日か、今日でラストになります。多分ちょっと番組の構成的に、その罰ゲームを入れるとそんなに必要ないかなって思われてるのかもしれません。でもゆりはちょっと飲んでみたいな、飲んでみたいなって思ってます、ということだけお伝えしました。
マリちゃんのモステ師匠さんありがとうございます。明日はしかも今日かハロウィン当日ということでね、配信も楽しみにしててください。あーインスタにねちょっとあげたいと思いますよ、ハロウィンの詰め合わせセット。インスタグラムもよかったらチェックしてください。きっとめっちゃ苦かったりするんだろうなと思いますけど、セガの見るためにねもちろんやりますよ、飲みますよ私。本当にセガの見るなら頑張れるよ。また切ってきます。ということでラスト告知をして締めたいと思います。アップアップガールズ過去に期は11月26日にゼップ東京ワンマンライブを行います。こちらのチケットはただいま一般販売中です。そしてこのルームからも買えるので皆さんよかったらご購入お願いします。あ、いいこと考えたけど、いいことを考えたけど、いいことを考えた。あ、待って、かぶる、違う。うん、いいこと考えた。このテンションの島崎はね危ないですよ。ちょっとねついてこない方がいいかもしれません。はい、ということで、なんだろう、お楽しみに。難しいかな。あれ、フォーユーって何時までだっけ。あれ、そんなに遅かったでしたっけ、フォーユーの時間って。でもなのかな、ちょっとねお昼の時間帯とかだと、あ、でも明日日曜日か、21時45分くらいまで。あ、絶対22時までだな、使えるの。私はちょっと帰ってからでも良いのだけど、ちょっとやっぱりあまり どっちがいい、お昼なのか、みんなが見やすいのってお昼なのか。あ、お昼は見れない、違う違う、お昼はできないんだ。午前中なのか、22時。あー、そっか、でもできる時間少なくなっちゃうか。あ、待って、イベント22時59分までなの。それはちょっと困っちゃうな。ちょっと何時までちょっとスタジオが使えるか聞いてみよう。そうだね、それは21時59分までか。あー、それはちょっと、あー、それはちょっと10分ぐらいしかできなくなっちゃうな、待ってからだと。あ、朝一か、それとも、待て、朝一か午前中か。でな、ファニコンのあれが何時から、3時くらいから、じゃあ12時くらいからか、ファニコン前かなね。ファニコンの前とかの方がいいかな。夕方はちょっとねできないから。ファニコンでね、明日あの定例会みたいなことがあるんですけれども、 VIP さんのね、その前とかにしようかな。あとちょっと、ちょっと待って、わかんない。あ、でもファニコンは多分12時13時よね。だから、直後、ちょっとあのスケジュール見て考えたいと思います。
ごちそうさまです。間違えた、ごめんなさい。ありがとうございます。じゃあなるべく12時、多分13時なので13時からできるようにできたらしたいと思います。ね、どうだろうか。え、朝一もやる？そう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 、12時3時。そうだな。ちょっと考えたいかもしれません。どうなんだろう。言葉が難しい、言葉が難しいそう、ちょっとね、ちょっと朝ちょっと、ちなみにそうね、アバターは難しかったら大丈夫です。そうそういうことちょっと朝一動きたいことがあったけれども、どうしようかな。ちょっと考えてから告知出したいと思います。ありがとうございます。マリンちゃんもありがとうございます。木の芽さんもありがとうございます。行ってありがとうございます。ちょっとね、待って、どこまで話したっけ。じゃあ配信のスケジュールはなるべく今日中に、今日中なの当たり前かに出します。そうね。そして今日は終わりにします。ゼップ東京よろしくお願いします。この配信からもゲットできます、チケット。本当にね、1ヶ月切っておりますので、もっと頑張らなくては。ちょっと手売りチケットとかできないのかな、今は。たくさんの方に来てもらえるように、ちょっと私もね頑張ります。配信も頑張ります。よろしくお願いします。ということで、ちょっと詳しいグッズとか通販とかのあれはブログ、違う違う、通販は通販で、あとイベントとかはブログの方をチェックしてもらえたら嬉しいですね。明日は YouTube の生配信と For You があります。 For You はね15分前までなら買えますので、よかったらお電話お待ちしております。ハロウィン当日だから、ちょっといろんな感じで画面越しオンラインではなりますが、楽しんでもらえたら嬉しいです。それではそうね、みんな寝ましょう。ごめんなさい。見て、マヌカハニーのね話が出たから言うけど、食べかけ両方マヌカハニー入ってるんだけど、自分で買ったのと買ってこられたの2つ持ち歩いております。ありがとうございます。それでは最後ランキング読んで終わりにしようと思いますマヌカハニーマニアでございます。じゃあ13位の方からいきますね。ゆうきさん、みかんさん、おゆさん、アンドハローさん、激沼さん、デソトさん、ジェティさん、すみさん、きのめさん、カイソクラビットさん、マリンちゃん、クマタロさん、1位が月さんでございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは皆さん、あったかくしておやすみください。寒いのでね。ありがとうございます。じゃあせーの、おつしまでした。おやすみなさい。